また新しい Chromebook が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。Asus Chromebook v i e CX34 Flip です。 こちらの Chromebook はですね、最近 Google が力を入れているゲーミング Chromebook になります。まあなんとか Google はですね、このゲーミング Chromebook、クラウドのゲームサービスを充実させて、まあなんとか Chromebook でそういったサービスを使ってもらおうということで、今一生懸命ね、プロモーションしているんですけれども、まあその中の1台ですね、Asus の端末になります。私は過去に2台ですね、Asus の端末とレ e d o o のゲーミング Chromebook 紹介していますけれども、まあこれが3台目、Asus の Chromebook になります。 それでは早速開封していきたいと思います。それでは同梱品を確認していきたいと思います。まず本体の方は後で見ていきたいと思いますけど、なかなかね、ホワイトボディでかっこいいです。デザイン的にはね、すごく素敵ですね。えー、まず同梱品。あんまり興味ないと思いますけど、一応充電器。これ 45W の充電器ですね。 で、まあいたいいつも一緒です。エイススの充電器はこういった形で、ここはね、小さいんですけど、これが折りたたまらないんですよ。これがたたまればね、少し使いやすいんですけど、あとここも外れたりすると持ち歩きしやすいんですけど、ここも外れないんですね。まあタイプ C の充電器ですけど、まあ多分使わないかなと思います。まあ持ってるね、パワーデリバリーの充電器で充電すれば OK です。あとはもう書類関係ですね。まあ説明書とか入っていますけれども、まあこの辺も特に目新しいとこはありません。 あとはこれですね。これはですね、クラウド、クラウドゲーム、ゲーミングクロームブックについている、なんか無料の特典ですね。ゲーミングクロームブックを購入すると3ヶ月間ですね、g ォー n o w とか、 えー、アマゾンルナとかですかね。あと、XBOX のゲームもあったかな。えー、まあ、それの3ヶ月間ぐらいの無料でね、それが利用できる特典があります。ただ、これは、あの、これアメリカの Amazon で買ったんですけども、日本で販売してないんですよ。まず、日本で販売してません。今の段階では。で、この特典も、その日本のサービスでは使えないんですよね。まあ、なので、現状アメリカで買うとこれがついてくるんですけど、日本のユーザーの方は基本的に使えません。まあ、VPN かなんかかかまして、アメリカのアカウント取れば使えますけど、 日本人の方にはメリットはないかなと思います。それではですね、本体のを見ていきたいと思います。先ほど言いました通り、白いクローンブックですね。まあ、なかなか白いね、えー、ボディのクローンブックっていうのは、まあ、珍しいので、まあ、この辺も非常に目を引くかなと思います。まあ、でもないわけじゃないんでね、HP でもあるし、私も以前にね、エイススの、やっぱり白いクローンブック持ってます。まあ、今も持ってますけど、まあ、質感はそれと一緒ですね。ちょっとマット調のホワイト色といった感じです。 で、まあ、一応横を見ていきましょうか。あ、ただこの辺が違いますね。真っ白ですね。真っ白で、で、まあ、ちょっとここね、あの、本体色々が入ってますけども、ボタンがオレンジですね。この辺はちょっとゲーミングっぽい感じを、まあ、演出してるかなという感じですね。この白にビビットなオレンジ合わせた感じになっています。で、インターフェースはですね、これ電源ボタン、これボリュー、えー、ボリュームですね。音量のボタンに、タイプ A。ちょっとなんか蓋みたいなついてるね。タイプ A です。で、タイプ C とケンジントンロックです。 それでは逆サイド。逆サイドはマイクロ SD カードスロットに35のイヤホンジャック。HDMI ついてますね。これ嬉しいですね。やっぱりゲーミングで Chromebook なんで大画面に出力したいという方も多いと思いますんで。まあ Type-C でもね、まあ出力できる端末多いですけれども、一応 HDMI がついてるっていうことで汎用性もね、高くなってるんじゃないかなと思います。あともう一つね、Type-C がついています。だから両側に Type-C があって、HDMI と Type-A が一つずつ。あとは35のイヤニク、マイクロ SD カードスロットなんで、 まあまあ標準的な感じにはなってるかなと思います。で、ここにですね、これペンがね、内蔵されてるんですよ。エイススのペン付きの、ね、端末ってありますけれども、これゲーミングクローンブックなんですけど、ちゃんと内蔵ペンも付いていてペンも利用できるんですね。まあこの辺はすごくこのエイススのゲーミングクローンブックのいいところかなと思います。以前に私が紹介したそのクローンブックね、ゲーミングクローンブックは、まずそもそもタッチに対応していなかったんですね。まあ基本的にクラウドゲームをやる用のクローンブックみたいな感じで、 まあ要はタッチ操作には一切対応していなかったんですけど、これはタッチにも対応していますし、 ま、ペンにも対応している。USI のペンにも対応していて、かつ内蔵されているということで、まあ、ゲーム以外の使い方にも使いやすくなっていると思います。この端末はですね、回転ヒンジになっています。えっ、ー、と、品名もね、フリップという名前がついていましたので、まあ、ですのでディスプレイがね、360度1回転して、タブレットにも使えるし、まあ、スタンド型でも使えるし、まあ、テント型でも使えるというね、まあ、フロムブックではよくあるね、お馴染みの形なんですけれども、まあ、それに対応しているということです。 ただ、ここに、ね、ファンの穴が開いてますね。クローンボックってやっぱファンレスの端末、特に安い端末は結構多いんですけども、これはまあ、ここにファンの穴が開いてるんで、まあ、ファンが当然動くということですね。 で、そこの方はね、こんな感じですね。で、ここがおそらくスピーカーの穴ですね。だから下から音が出る。まあ下から反射して音が出るといった感じです。で、スピーカーはハーマンカードンですね。エイスースのまあ比較的上位モデルですかねえ。そういったものはハーマンカードンに対応して、ハーマンカードンと協力したね、スピーカー搭載していますので、これもそうなってますね。でちなみにこれ、儀的マークありますね。 それではですね、キーボード見ていきましょうか。まずキーボードはですね、まあ日本版ではありませんので、US キーボードになっています。で、まあゲーミングということで、まあ、ゲームでよく使うキーの色がね、オレンジ色になっていて、ちょっとデザイン的にもね、アクセントになっていて非常にかっこいいですよね。で白いボディに対してちょっとグレーのキーボード、これもなかなかかっこいいね、えー、色合いじゃないかなと思います。 で、この端末は14インチなんですけれども、テンキーレスなんですね。テンキーはありません。まあ、テンキーがない方がスッキリしていていいよという方も多いので、まあ、逆に15インチぐらいになるとね、テンキーついているものが多いと思うんですけど、まあ、14インチなんでテンキーレスの、まあ、ゲーミングクロームブックということです。まあ、配列の方はですね、まあ、日本語キーボードではありませんので、まあ、それほど無理はないかなと思いますけど、ただ、そもそも US キーボードなんで、 まあやはりね、日本語キーボードのいいよという方は、まあおそらく日本版が発売されるんではないかなと思いますね。まあエイスは結構積極的にね、ク、え、ロー b ブック販売してくれるんで、まあかなり日本で発売される可能性も高いし、まあ議的マークもね、既に付いていますので、えー、その辺は期待できるんではないかなと思います。で、トラックパッドはですね、まあこんな感じ、同色ですね、白いトラックパッドですね。で非常に触った感じもサラサラしていて、 ま、ここのサイズも大きいので、まあ、これは非常に使いやすそうな感じです。また後で見てみたいと思います。で、ここのディスプレイが当たるところもちゃんとオレンジ色のゴムになっていて、まあ、デザイン的にすごくおしゃれな感じですね。で、ここにハーマンカードンのロゴがあります。それではですね、早速端末の方をね、立ち上げてみました。ちょっとこの辺にね、 ポツポツしてるのはですね、ちょっとフィルムを貼ったんですけど、結構今回は失敗しまして、気泡が入っちゃいました。まあ、ただ数日すれば抜けるんじゃないかなと思いますので、とりあえずこのままいきたいと思います。本当はこんなね、模様は入っておりません。ディスプレイサイズは14インチです。ただアスペクト比が16対10ですね。最近のクローンブックまあ、 Mac なんかもそうですかね。16対10っていうものがね、増えていると思いますけれども、この端末も新しい端末ですので、アスペクト比は16対10ということで少しこの縦が長いものになっています。まあベゼルはこんな感じですね。まあそんなにめちゃくちゃ細いっていうことはないですけれども、まあクローンブックのね、11インチとかめちゃくちゃ残ってるし、結構やぼったいものが多い中では、まあまあそれなりにね、えー、こう少なくなってるかなと思います。 それではディスプレイのね、解像度を見ていきましょう。一応デフォルトでは 1536×960 というものがデフォルトとして設定されています。ただ実際は、えー、とネイティブにしてみましょうか。これがネイティブ表示ですね。かなりね、小さくなってしまうんで、やっぱりネイティブだと、 まあ小さすぎちゃうかなと思いますけど、まあただ若い人だったらもしかしたらこれぐらいでもね、いけるかもしれません。一応解像度の方は 1920×1200 がネイティブです。まあ私はですね、老眼なので一応 1536×960 のデフォルトでね、そのまま使っていきたいと思います。 それではスペックをざっと見ていきましょうか。まず CPU は12世代の Core i5-1235U ですね。スレッド数は12ということで、12世代の Core i5 を搭載しています。で、a m は 8GB モデルですね。で、私が買ったのは Core i5 のあ、RAM が 8GB なんですけれども、一応上位モデルで Core i7 で 16GB のモデルもあるようです。ただ Amazon では売ってなかったと思いますね。 で、気になる更新期限ですね。Chromebook にはアップデートがね、入る期間が最初から決まっています。この端末はね、12世代の新しい CPU を搭載していますので、2030年の6月まで更新期限があります。今販売されている Chromebook の中で一番長いもので、おそらく2030年の6月までというふうになっていると思いますので、えー、今発売されている Chromebook の中ではね、一番長くなっております。 それでは、オクタンベンチマークやってみました。ブラウザのね、ベンチマークになりますけれども、スコアの方は83,288点ですね。まあ今販売されている Chromebook の中ではかなりね、まあ高い数字になっています。でも12世代のね、Core i アアシリーズ搭載した Chromebook、私何台か ?4 代目ぐらいですかね、紹介してますけど、大体8万点は超えてきますので、 えー、まあ十分ですね。もうクロー o ブックではもう十分な性能ですので、まあゲーミングクローンブックなんですけどね。まあそのゲームもクラウドゲームっていうことなんで、基本的にブラウザを動かすっていうことなんで、まあこの辺をね、このスコア見ても十分な性能だと思います。次はですね、一応スピードメーターもやってみました。スコアの方は256点ですね。これも結構いい数字出てますね。もうメーターが振り切ってますね。 それではですね、ゲーミングクローンブックはじゃあ普通のね、クローンブックと何が違うのかというところで見ていきます。まず一つはですね、ディスプレイのリフレッシュレートが高いものですね。まあ、120Hz とか。で、この端末は 144Hz なんですけれども、そういった高リフレッシュレートに対応したクローンブックはですね、主にゲーミングクローンブックとして販売をされています。で一応これは 144Hz に対応しているということなんで、まあ、一応確認してみたいと思います。 これはですね、ブラウザでリフレッシュレートをね、確認できるサイトなんですけども、ちゃんと1 4 4ルツで動いています。フレームレートも144フレームですね。ただ注意点はですね、電源を抜きます。バッテリー駆動にすると6 0ルツになりますのでご注意ください。それでは一応電源ぶっ刺してみましょう。ぶっ刺すと、速くなった。144FPS。あれ、来ない。 きましたね。一応140変音ヘルツになりましたね。あともう一つね、ゲーミングクローンブックの特徴はキーボードですね。まあこれちょっとキーボード見てみましょう。今光っていますけれども、当然これバックライトに対応しています。ただこのバックライトがですね、 一応、いわゆる RGB ライティングですね。ゲーミングっぽい光り方をするというのが一つの特徴になっています。さらにアンチゴーストっていうので、なんか私はゲームをちょっとやらないのでわからないんですけど、複数のなんかキーを押したときに違うキーを押したような、まあ要は押してないのに他のキーの入力がね、されてしまうようなことがあるらしいんですよ。私は本当にゲームをやらないので、実体験でそういったことがあったというね、経験がないのでわからないんですけども、大体ですね、ゲーミングクロームブックは アンチゴーストね。そういったものに、だからたくさんキーを押したときに違ったキーが押されているような反応にならないような対策がされているキーボードを使っているようです。これちょっと実際にどうやって試したらわかるのかっていうのはわからないんですけど、まあ一応うんちくとしてはそういうね、ことになっているようです。で、このキーボードなんですけれども、まあ普通のクローンブックにはですね、ない設定項目があるんですね。それはですね、このキーボードバックライトというところがあります。これはですね、 クロームブックの壁紙とかテーマをね、選択する、まあ、設定画面なんですけどその中にキーボードバックライトというのがあって、これは普通常のクロームブックにはね、ない項目なんですけれども、これがついてるっていうのが、まあ、ゲーミングクロームブックの一つの特徴ですかね。今はこれ、壁紙の色と合わせる色っていうことで、まあ、ちょっと紫色っぽい壁紙なんで、まあ、キーボードもちょっと紫色っぽい光り方してると思うんですが、例えばこれを白。ちょっとわかりづらいですね。明るいからわかりづらいですけど、赤。 こんな感じで、まあ自分のね、好きな色に変更することができます。で、さらにね、そのゲーミングっぽいグラデーションがいければ、これを選択すれば、まあグラデーションで、まあ光ってるはずです。ちょっと照明を落としてみますね。これがですね、グラデーション ?RGB のライティングですかね。えー、紫。青。えー、もう一個は緑かな。えー、これが緑か。で、黄色。まあこんな感じでね。 いろいろ色を選択することができます。まあ、あんまりね、派手なのが嫌だったら、この、えー、白ですね。まあ、ちょっと今こっちの、あ,あの、ディスプレイのね、色が被っちゃってるんで、白く見えません、見えないかもしれませんけど、まあ、一応こういう白も選べます。あとこれが壁紙と似た色。まあ、これもちょっと今ね、暗くなっちゃってるんで、あまり色、色味がしっかりと出てませんけれども、まあ、一応ここでとにかくね、キーボードの色が変更できるというのが、キーボードのね、バックライトの色が変更できるというのが、ゲーミングクローンブックの特徴になっています。 それではですね、ディスプレイのね、品質見ていきますけれども、非常に綺麗ですね。それでは視野角確認していきたいと思います。あ、これすごいな。これ結構いいですね。ほら、全然変わんない。 前もね、ゲーミングね、クロー b ブックですごくね、視野角が広くて、全然色目がね、噛んだやつあったんですけど、これもね、いいですね。やっぱりリ、ね、フレッシュレートも高いし、だからディスプレイの品質ってやっぱゲーミングクロー b ブックってかなりいいんじゃないかなと思いますね。普通のクロー b ブックよりもいいな。ということで、ディスプレイはいいと思います。 えっと、今、スピーカーのね、音、少し聞いていましたけれども、まあ、スピーカーの音って本当に評価しづらいっていうか、私は全然ね、音にこだわりがないのでわからないんですけども、まあ、悪くはないと思いますけど、やっぱスピーカーの位置がね、この下なんですよ。で、やっぱりこういうところにあったり、こういうところにあったりするものよりは、ちょっとこう、やっぱダイレクトには入ってこないので、素人の私からすると、なんか、こういうところについてた方が、なんか音がね、耳にこう、ダイレクトに入ってきて、 まあなんか綺麗に聞こえたりはするかなと思います。これやっぱ反射してるっていうかね、そこ、そこから、こう下の底から出て、まあデスク面に反射して音が聞こえてくるっていう感じなんで、まあなんとなく個人的にはダイレクトの方が聞きやすいかなと思いますけど、ただゲーミングってことをね、ゲームするってことを考えるとおそらくヘッドセットをしながらね、やる方が多いと思いますんで、まあそんなにスピーカーは気にならないんじゃないかなと思います。それではね、回転ヒンジ見ていきましょうか。この端末はね、 360度ぐるっと回転してですね。ぐるっと。ま、こんな感じですね。ま、これでタブレット状態としても使えるというものになっています。ただね、ちょっと照明が入っちゃった。ただいつも言ってますけれども、もうね、この大きさ、14インチで、しかもこれ重量が1.8キロもあるんですよ。ちょっと14インチとしては重すぎるね、重量になってるんで、これを、 いわゆるタブレットみたいに片手でこう使ってやるっていうのはもうここも痛いし、ちょっとこっちがいっちゃいそうですね。もうディスプレイがバキッといっちゃいそうなんで、基本的にはどっかに置いて使うという感じです。いわゆる片手でね、こうね、気軽に持って使うタブレットとしては使えません。タブレット状態になるというだけです。で、実際どうやって使うかっていうと、やっぱりそれはこのスタンドですね。ちょっと。 ちょっとわかりづらいですね。カメラの画角に入りますかね。こういう感じで。えー、っと、キーボード下にしてですね。まあ、こういう感じで、まあ、スタンド型で使うという、ね。そういった使い方には適しているかなと思います。まあ、そうなってくると逆に重量があるんで、動いたりしないんで、もしかしたらね、重たい分、あの、座りがいいっていうところはあるかもしれません。あと、私がいつもお勧めしているのは、テント型ですね。まただやっぱでかいから、でかいっていうか、重たいから結構大変ですね。こうやって、 タブレット状態になりながら、ここをちょっと広げます。わかりますかねこういう感じで置くとですね、このまま自立できるということで、これでね、タブレット状態で動画視聴をしたりですね、まあブラウジングぐらいであれば、まあこの状態で使えるかなと思いますんで、まあこの使い方自体はいいと思いますね。やっぱりこの、いわゆる置き場所がね、 非常に狭くて済むので、まあどうしても置き場所が限られている。キーボードを前に出すとどうしてもその分スペースを取りますよね。これであれば本当に、こうね、まあちょっと角度の問題もありますけど、なるべくこうこを狭くして、まあ自立できるギリギリの幅にすればですね、かなりスペースを取らずに、かつ自立ができるということで、まあこの置き方は非常におすすめです。こういう感じでですね、フィット。まあブラウジングするにはね、この置き方は結構便利かなと思いますね。 それではせっかくテントモードにしていますので、ここにね、内蔵の USI ペンがついてるんで、これ使ってみましょうか。はい。こういう感じで、さっと出す感じです。で、これはですね、ここに入れるだけで充電もできるし、当然ね、収納もできるということで、なかなかいいですね。で、今までのエイスのペンって結構抜きにくいやつが多かったんですけど、これ比較的、 改良されてるのか、抜きやすくなりましたね。これだったら結構使いやすいかなと思います。ただ、ペンそのものは変わってないですね。いわゆる軸がちょっと四角っぽいやつで、ですごく軽いですね。すごいチャチですね <laughs> うーん。ちょっとなんかペンとしては若干イマイチですけれども、やっぱり収納できるっていうところですかね。持ち歩きしやすいっていうところではこのペンね、いいと思います。ちょっと書いてみましょう。 それではね、ちょっとペンを使って書いてみたいと思いますけれども、まあ、私はね、最初にも言いました通り、フィルムをすでに貼ってしまっているので、まあこれによって少しね、このペン先の滑りなんかが変わってきますので、書き心地っていうのは少し変わってくると思います。だからペンの書き心地にこだわる方は、当然ペンもあるし、あとアプリですね、遅延が。 あるとかないとかっていうのもあるし、あとフィルムのやっぱ滑りっていうところもね関係してくるんで、まあこれはねいろいろ試してみるしかないと思うんですけれども、まあこの3つをですね、まあうまく組み合わせることによって自分のね、えー、求めている書き心地に、まあ、近づけられるんではないかなと思います、えー。とりあえずそれではね、私はフィルム貼ってありますけども、ちょっと書いてみたいと思います。娘のスマホと。まあ普通には書けますね。 はい。まあ、ただやっぱり軽すぎるのと軸が細いっていうのと短いっていうのがあって、そんなに書きやすくはないですね。まあ、書きやすくはないけど、これだけ使ってればそんな気にならないかな。やっぱりこれは収納できるっていうことと、まあ、収納するだけで充電もできるし、持ち歩くときになくならないっていう部分ではいいと思うんですが、書き味って言いますかね。書き心地という部分ではそんなに良くないと思います。えー、書き心地で言えばね、私がいつも使っている、まあ、これはメタペンですけども、 まああとペノバルとかね。えー、いろんなところから USI のペンが出ていますので、まあそういった他のものを使った方が書きやすいかな。やっぱりこれもですね、ここまで長さがあるんで、ここが引っかかるんですよね。さっきのやつ、こうなっちゃうんですよ。こうなっちゃう。ね。ここ引っかかんないと、ちょっと書いてるときに疲れたりするんで、こっちの方がしっかりとね、ここでホールドされますんで、こっちの方がやっぱ書きやすいかなと思います。で、これ消しゴムになってるんですよね。これはでも対応してる端末と対応してない端末があるんで、あ、これ対応してるな。はい。わかります 一応消えてますね。消せば。これね。一応消しゴムにこっちがなってるんで。ちょっとなんかあんまり消すのが細かすぎてあんまり使えないですけど。まあ一応こんな感じでね。消したりすることもできますんで。はい。あれなんかちょっと、まいいか。ちょっとなんか角度つけるとダメか。そうでもないか。うん。はい。まあ特に問題はないですね。 USI のペン自体はですね、今見ていただいた通り、基本的にこう、使い回しが効きます。ペアリングも不要です。だから、これで書くこともできるし、これで書くこともできるし、これでも書くことができます。まあ、この辺はね、クローンブックの USI ペンのいいところかなと思います。それではですね、そのゲーミングクローンブックって、じゃあゲームどうやってやるのっていう話になると思うんですけれども、これはですね、 まあ以前に何回もね、このゲーミングクローンブックとかクラウドゲームの話はしているので、まあ過去動画をね、見ていただきたいと思います。結構長くなっちゃうんで、で、過去にも結構ね、しっかりと、えー、紹介してますので、そちらを見ていただきたいんですが、このゲーミングクローンブックはですね、 そのアンドロイドのゲームをやるっていうことじゃなくて、まあもちろんやってもいいんですけど、ただアンドロイドのゲームって動いたり動かなかったり不安定だったりするし、そもそもですね、この端末こそタッチに対応してますけど、タッチに対応してないゲーミングクローンブックってのもあるんですよね。そうなってくると、やっぱりゲーミングクローンブックとしてはそのタッチに対応したアンドロイドのゲームじゃなくて、クラウドゲームサービスを使ってゲームをやってくださいっていうのが売りになってるんですね。まあだからアメリカの そのね、無料のゲームサービスが使えるような特典がついていたりするわけですよ。まあそういった部分で、じゃあ実際じゃあ何使うのって話なんです。それは g ォー n o w です。これめちゃくちゃ有名なね、まあクラウドゲームサービスなので、これを使ってプレイするということになります。で、これも以前紹介してるんですけども、日本ではこのね、120フレーム、フレームレート120フレームでプレイできるプランがないんですよ。だから、このゲーミングクローンブックの 高リフレッシュレートのディスプレイを活かすゲームっていうのは、現状ね、GForce Now とか、そのクラウドゲーム、日本のクラウドゲームでは、プレイできないんですね。だから意味がないっちゃないんですよ。で、アメリカのアカウント作って、えーまあ、VPN とかかましてね、アメリカのアカウント作って、えー、アメリカの GForce Now にログインすることによって、まあ、一応有料プランですけれども、 えっと、その120フレームでね、プレイすることもできますんで、そうなってくると、このゲーミングクローンブックのこのディスプレイっていうのは活かすことができます。ただ現状ですね、その VPN までかましてアメリカのね、アカウント作って、わざわざ GForce などでゲームやるかっていうと、まあ、そこまでメリットないと思うんです。そこまで手間かけるんだったら、普通に Windows のゲーミング PC でも、ね、買ってですね、やった方がいいと思いますんで、 えだからそこまでやる意味がないってことになると、現状まだね、日本ではゲーミングクローンブックっていうのは、今一歩まだそこまで行ってないっていう感じですけど、ただおそらく日本でも、これ日本のね、g ーズナのサイトですけども、まあその120フレームに対応したプランっていうのは、えー、そのうちね、使えるようになると思いますんで、そうなれば、まあ、その時初めてですね、ちゃんとクラウドゲームで、その高リフレッシュレートのディスプレイが活かせるのかなと思います。 まあ、あとはですね、あの、Xbox のね、クラウドゲーミングっていうんですかね。これも以前に私紹介してますけど、これもね、Chromebook で当然プレイすることができますんで、まあ、こういったクラウドゲームサービスですね。 基本的にはそのブラウザでプレイするっていうことになりますけれども、まあブラウザでプレイするゲームがまあプレイできるということだと思います。で、こういったものはですね、基本的にコントローラーなんかも使えますんで、もちろんゲームによりますけどね。まあ、だからこのキーボードで、キーボードでプレイするっていうのもそうだし、あとコントローラーなんかをね、えー、USB で接続したり、まあ Bluetooth で接続したりすることによって楽しめますんで、まあそうなってくるとね、まあいかにもゲーミング PC、ゲーム用の PC っていう感じで使えますんで、まあその辺で、まあ遊んでいただければなという感じで、 で,すね、で、今紹介したね、クラウドゲームサービス以外にもですね、まあ、G4 Snow と Xbox 以外にも Steam On Chrome OS っていうのがあって、これもね、以前に私紹介してるんですよ。ここに出てますね。あの Steam が Chromebook で動くだとゲーム知識ゼロの何だかかんとか。まあこれ私、二つ私の動画なんですけども、まあこの辺を見ていただければですね、わかると思いますけど、もう一つの選択肢としてはその Steam を まあ、クロームブック上で動かすっていうのがあります。まあ、これもただね、これも今、ベータになってますんで、まだ正式なサービスじゃありませんので、まあ、動くね、えー、ゲーム、動かないゲームなんかもあったりするんで、100%ね、えー、楽しめるかっていうとそういうことでもないと思うんですけど、まあ、一応実際にゲーミングクロームブックを使うとなったら、その3種類、G4 スナウか XBOX か、s Steam オン、クローム OS ですかね。 まああとね、アメリカだとなんか Amazon っていうサービスがあって、まあそれもクラウドゲームサービスらしいんですけど、ただそれ日本ではね、サービスしてないので、まあその辺もですね、日本に対応してもらえればですね、このね、ゲーミングクローンブックの使い道っていうのはどんどん増えてくるんじゃないかなと思います。ということで私はね、ゲームを一切やらないんですけど、ゲーミングクローブック結局3台買っちゃったんですね。<laughs> まあでもその中でもね、今回紹介した a イの Chromebook って、色も白いし、デザイン的にもすごくオシャレですよね。しかもタッチに対応してるし、ペン操作にも対応してるんで、まあ一番これがおすすめかなという感じですね。やっぱり見た目って重要なんで、なかなかこれ買ってよかったかなと思います。あとの方はね、まあ悪いってことはないんですけども、性能もめちゃくちゃいいし、ただちょっとやっぱ地味ですよね。もちろんこれキーボード光ってるんですけど、地味ですよね。それに比べるとこれってやっぱり、 色もね、白だし、オレンジのビビットカラーが活かすし、なかなかいいですよね。個人的にはね、気に入りました。ま、せっかくなんで全部ね、光らせてみました。あなたはどの光り方が好きですかでもこうやって見るとね、RGB キーボードの色の光り方もちょっと違うんですね。まあ、これもともとね、色があの白くて、ね、で、グレーなんで、その辺のね、色の透け方っていうのが違うと思うんですけど、どれ なんかレノボのやつかっこいいですね。なんかすごいサイバーチックな感じで光ってますよね。これも、まあいいけど、これはなんかあれですね。まあなんか白いボディに光ってもあんまり目立たないんで、光らせた時はあんまりこれが良くないかなと思いますね。光った時はやっぱりレノボのやつが一番はっきりとしてかっこいいかなと思いますね。はい。どれが好きですかみんなさん。私はレノボロが好きです。 ということで今日はですね、エイススのゲーミングクローンブック v i v e CX34 フリップですね、紹介させていただきましたけれども、まあ、ゲーミングクローンブックの中でも、 ホワイトボディということで、まあ非常にデザイン的にもかっこいいですし、まああと14インチというサイズですね。まあ重量こそ重たいんですけれども、なかなか洒落た見た目とサイズ感がね、素晴らしいということで、個人的には非常に気に入りましたね。ただゲーミングクローンブックそのものが正直万人にお勧めできるクローンブックではありませんので、本当にね、クローンブックが好きな方、またクラウドゲームをクローンブックでプレイしたいというね、非常に 稀な方ですね。非常にレアな方向けのクローンブックになっていますので、現状ですね、やっぱりあまりおすすめはできないかなと思います。まあゲーミングクローンブックというよりは、単純に高性能なクローンブックをね、探している方には、まあ意外と性能の割には安いかなっていうところもありますので、えー、単純にそのゲームは置いといてですね、えー、高性能なクローンブックを探している方には、あどの、ね、ゲーミングクローンブックもおすすめできる端末だと思います。ただそのね、クローンブックでゲームをやろうって言った時に、 あえてそこまでね、Chromebook で、しかも高額な Chromebook を買ってプレイする意味があるのかというと、特に日本ではね、さっき言ったとおり、リフレッシュレートのところは行かせませんので意味がないし、まあ正直ね、Chromebook でゲームやるってライトユーザーだと思うし、もっと気軽にプレイしたい。そこまでガチでプレイしなくてもいいよっていう方が多いので、やっぱりゲーミング Chromebook って、えー、まあ世間ではですね、 参拝ゲーミングとか、クローンブックでゲーミングを名乗るなとかね、結構ディスられてますけども、 やっぱりそういう印象なんですよね。私も実際そういう印象ですね。だからその、なんでしょうね。狙いとしては悪くないし、これからの方向性の一つとしてはありなんだけれども、現状は別にお勧めしないかなというところです。でまずね、やっぱりその g r ス e ンあたりがね、しっかり120フレームに対応してもらって、もう少し上手にですね、反則なんかをやっていただければ、日本でももう少しクラウドゲーミング流行するって言いますかね。 知名度がね、上がってくるんではないかなと思います。現状はですね、クローンブックでどうやってゲームやるんだよ、みたいなね。まあそういう方も結構多いと思いますし、実際、 クローンブックでやっぱりゲームする。そこまでクローンブックでゲームにこだわらなくてもいいかなっていうね。もっとなんか他にクローンブックのあのー、アピールポイントないのかなっていう気もちょっとするんですけれども。えー、まあなんとなくクローン歴史にならなければいいなと。クローンブックのクローン歴史にならなければいいなと思っていますけれども、まあ端末そのものはね、本当に悪いものではありませんので、えー、高精度なクローンブック探してる方、好きな、本ブックが好きな方にはお勧めできる端末だと思います。はい。今回は以上です。